こんにちは。今日はバラの病気についてお話ししたいと思います。バラというと病気にもかかりやすい、虫にも食われやすい、とっても手間がかかる、そういう植物ですけれど、ただそれをねちゃんとクリアできれば本当に綺麗な花咲かせるいい植物なんですけれどね。この病気というのバラはバラの二大病というのがあります。うどんこ病とそれからもう一つ黒星病と、この2つあります。うどんこ病はですね、ちょっと水やり忘れたりして乾燥をさせると発生する、病気で、風に、のカビ菌が運ばれてきてそれで発生いたします。黒星病というのは同じカビが原因なんですけれど、私たちが水やりをするときに、もしくは雨が当たって、でここの株元に水がポーンと当たった時に、目に見えないぐらいの土がこう舞い上がります。その舞い上がった土が葉っぱの裏について、それが原因になります。ですのでね、勝手に病気になるわけではなくって、黒星病の場合、私たちが病気にしてしまうという、そういう意味では恐ろしい病気なんですけれど、うどんこ病はかかってもちょっとまあ見栄えが、葉っぱがくしゃくしゃになって見栄えが悪いなとか、花がなんか、本当にちょっとくしゃくしゃするなというぐらいなんで命には影響ないんですけれど、黒星病は葉っぱが黄色くなって、初め黒い点が入るんですけれど、このようにね黒い点が入って、でそれでその後葉っぱが黄色くなって、こう黒い点がはっきりしないのもありますけれど、これも黒星病です。こういう風になって最後は葉っぱが落ちてしまいます。葉っぱが落ちると、葉っぱでエネルギーを作ってるわけですから、その葉っぱが落ちるっていうことは命に大きな影響があるわけですよね。ですので黒星は非常に恐ろしい病気です。もちろん発生したら薬をかけるっていうことが大事ですけれど、薬をかけるのも1回かけたぐらいでは簡単には治りません。ですから病気になった後に、薬をかけることばっかり考えるんではなくって、予防するということが結構大事です。先ほど言ったように原因としてはこの土が、ここの株元の土が舞い上がるっていうのが原因ですから、この土が舞い上がらないようにするのが大事です。例えば水苔を引き詰めるとか、バークを引き詰めるとか、要はこの土が見えないように全部隠してしまう、そうすることで水やるたびに跳ね上がることがないわけですから、そうすることでかなり防げます。それからですね、花びらが落ちました、葉っぱが落ちました、そのまんまで、極端に言ったらそれ置いといたら肥料になるんでしょという方もいらっしゃいますけれど、なりません。そういうのはカビの原因になりますから、必ず捨てて取ってください。はい、それから極端に言ったら、その、病変したところを触った手であちこち触るのも移して回ることになります。そこまでね神経質にならなくてもいいですけれど、要は私たちが病気を広げてるんだということを認識して管理してやってください。